ではここまで3時間近くお届けしてきたウェザーニュースライブモーニング、まもなく終了の時間になります。この後は8時からサンシャインが始まりまして、そちらでも最新の情報を確認することができます。ではサンシャイン担当されるキャスターさんと少しお話をしていきましょう。天気の引き継ぎを行っていきます。続いては大島里乃キャスターです。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します大島里乃です。現在も雪がねまだまだ降り続いている状況ですけれども、この後も雪に関する最新の情報をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このモーニングの中でも雲の動くスピード非常に速く、東京などはピークを過ぎたということだったんですが、すごくこの新宿のライブカメラも真っ白で見えないというくらい降っていたのが、今は落ち着いた様子が分かります。ただ傘を差している方がいらっしゃいますので、ね、ちらほら、はい、まだ降っているようですが、そして千葉の様子見ていくと、現在ピークを迎えるということで、しっかりと降っている様子が分かります。リノンさんがこのスタジオ周辺に着いた時はお天気いかがでした？みぞれみたいな感じで、まあ、都内もそうだったんですけど、はい、着いてもすぐなんかもう消えちゃう感じ、ベチャッとしてて、はい、あ、これじゃ積もらなそうだなっていう感覚があったんですけど、はい、見る見るうちに千葉真っ白になってきて、ね、一気に降り方も強まってきたなっていう風に感じた3時間でしたね。そうですね、うん、このスタジオ周辺もこのように大粒の雪が降っているということで、この後も皆さん気になるお天気あるかと思いますが、この後サンシャインどのようなポイント注目していく予定でしょうか？そうですね、関東のこの雪はもちろん、この後太平洋側東北エリアでしたり、あと西日本もですね、大気の状態不安定ということで今日や雷雨の恐れがあります。そういったところもね含めてお伝えしていければなと思います。はい、この後もサンシャインよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、おしまいに衣装のご紹介をさせていただきます。今日はですね、トップス、そしてスカートがクリアさんからの協力、そしてイヤリングがお世話屋さんからの協力をいただきました。素敵な衣装ありがとうございます。今日はですね、3時間この衣装でお伝えしてきました。今日も素敵な衣装協力をありがとうございました。ではですね、ここで皆さんとお別れのお時間になります。この後もまだまだピークを迎えるところがあります。この後は千葉、茨城、そしてその後は福島県や、仙台でもこの後はピークを迎える見通しですので、お気をつけください。では今日も最新の気象情報をご確認ください。素敵な一日をここで失礼いたします。